はいどうも皆さんこんにちは。今回もね、トゥーザムーン続きやっていきたいと思います。パート7ですね。前回どこまでやったんだっけな。これか。確か映画館のところまでやったよな。そうだ、ここだ。結構日が空いちゃってるんで、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、とりあえず続きからやっていきましょう。とりあえずまあ、ニール、ネーネーじゃない、ジョニーは元気そうだな。よし。ま、とりあえず、なるようになるって感じで、やってきますか。映画館に来て、これ外に出ればいいのかな？出れないし。出れない。どこに行けばいいんだ？こっち？違うな。下か？あ、違う。出口はどこぞ？出れない。今、どの辺だっけ？ちなみに記憶の分解は。あ、10代くらいか。結構、昔まで来たんだな。この辺に、記憶の塊が、あ、開いたわ。なんだ。エンターキーを押したら開いたし。これジョニーかな。おいおい、待て待て。生意気なガキに構わんでよ。言葉が変よ、ワトソン君。黙って、ちょっと噛んだだけだって。メメント、そうだ、メメントか。メメント探しに行きましょうか。お、二つ目。あれ、一個もう取ってたのか。はいはい。お次は。お、消えた。え、なんで消えたの今、人。何してる？人を消してもしょうがないぞ。ああ、エヴァが消してたのか。存在を永遠に消すわけじゃないし。ほうほうほう。すげえ、楽しいな、これ。人消せるし。すげえ。あんま意味なさそうだな、でも。メメントが出てくるわけでもない。はんはん。とりあえず、下のジョニーに話しかけていこうか。こんなダサい瞬間はそうそう見られないぜ。あんたも似たようなもんでしょ？確か、あれか。リバーを待ってたんだっけ？待ち合わせして、確か来なかったみたいな。そんな感じだったっけ？何もならない。下に行ってみようか。あ、行けないかな、これ。行けない。ここの灰色の人は消えるだけ。ああ、みんな消えちゃうな。いなくなっちゃう。そして誰もいなくなっちゃう、これ。じゃあ右に行ってみようか。お、何もないな。あんまり言いたくないけど、こいつからなんとか情報引っ張り出さないと。どうぞどうぞ。でも、もうオリーブ作戦はやだな。あ、来たじゃん。彼女来たじゃん。リバー。あ、四つ目、出てきた。ずっといたの？ずっとロビーにいたんだよ。来ないかと思った。ずっといたのか。どうして一緒に映画を見ようって思ってたのに。それはこっちのセリフ。どうして？一緒に映画を見てたのにあなたが出て行っちゃったのよ。一緒に見てないよ。君がどこにいたのかも知らない。分かってたんなら声をかけてくれればよかったのに。だって、一緒の部屋で一緒に映画を見てたってことにはなるのか。リバーからしたら。同じ部屋にいたんだもん。笑っとるで、こいつ。優しいなぁ。君が笑わせるからだよ。いや、普通の人ならここ怒るとこだけどね。
一緒に映画見たくないの？もちろん見たいよ。さあ行こう、もう追っちゃう。やっぱ変わってんなぁ、なんか、リバーは。普通じゃねえなぁ。気の利いたジョークが思いつかない。思いつかねえな。いくらニールでも、ここはちょっときついな。んじゃまあ行きますかと。そしたら、二人が入ったとこにまた行けばいいかな。あ、いたいた。一番前に座ってんね、今度は。あ、一番前じゃなかった。あ、カモノハシいる。カモノハシ。こんな昔からお前いたのか。お、ここが終点。終点じゃないか。よし、じゃあ行こうか。喋りかけても何にもならないな。いやー、カモノハシ何十年じゃあ、リバーと一緒にいるってことをずっと。すごいな。歴史が、カモノハシの歴史がこんなにあるとはね。メメント。さあ今日も気合い入れてやっていきましょうか。最近調子がいいからな。今回もバッチリ行きたいんですけど、日が入っちゃったからちょっと不安なんだよね。これ斜めかな？ちょっと待ってね。オッケーオッケー。わかったかもしれない。斜めやります。で、立って、横か。できるかな？横。あ、いけるね。オッケー。5回でいけたぞ、今回も。最初手数で。調子がいい。堂々とお見せできますね。よし、じゃあ、起動します。いやー、ちょっとカモノハシが好きになってきたな。これは好都合だ。カモノハシお前大嫌いだったじゃねえか。これは、中学校か？高校か？学校っぽいな、階段あって。本読んでるね。いや、もうこの本読む場所がもうすでに特殊だな、リバー。こんなとこで読んでたら絶対なんか、ね。邪魔になると思うけど。カモノハシ、また置いてあるな。いやー、それってさ、そんなうまくいくかな。お、ニコラス、若い。金髪じゃん。あ、まあ、もっと、金髪だっけ、元から。髪長いな、なんか、アルミンみたいな髪型してんな。アルミンとエレンみたいな感じじゃねえか。ジョニーはエレンっぽいな、ちょっとな。おい、じゃあどうするんだよ。考えてみろ。最悪でも彼女がのって言うだけだ。そしたら何もなかったふりをしろ。誰も気づかない。問題ない。でももし彼女が誰かに喋って、これ告ろうとしてんじゃねえかこれ。いや、僕を怒鳴りつけるかも。根性出せ。そうだ、根性出せ。あ、イエスって言っても本当はノーかも。もう諦めろ。お前以外に誰がやる。あ、辞書とか投げつけてくるかも。そんな女子いるか。あ、今日はヘルメットがない。神様ダメです。今日は準備ができておりません。もういい、落ち着け。シャキッとしろ、グダグダ言うな。そうだ、男だろ。すべてうまくいく、さあ行ってこい。わかった、わかったよ。あ、あのさ、ぎこちね。中学生っぽいな。あ、で、ニコラスはやっぱり空気読んでどっか行くんだ。こんにちは。あの、聞こえてる？聞こえてるよ。じゃあなんで、いや、なんでもない。そのカモノハシかわいいね。何読んでるの？
そりゃ見りゃわかるわ。カムナーシロ違う。あー、本読むってすごいね。すごいよね。うわ、初々しいな、これは。東大。え？この国にはフレネルレンズの灯台が16基残ってる。海岸に9基。そのうちの一つは伝統的なケロシンランプ灯台の改築版。何言ってるか分からん。すごい本読んだよね。映画は見に行ったりする。お、映画誘ったな。それがさっきの場面に繋がってくるってことだね。わかんない。わかんなくてもいい。考えてみて。できない。いやー、愛想ねえな、こいつ。日にちも時間も決まってないから。どこに惚れたんだ、ジョニーは。この女の。土曜の8時はどうかな。気まずい空気。エヴァ、システムがフリーズ。いいよ。ほんと？紛らわしい。確かに。詳しいことは後で決めよう。じゃあね。なんだよ。なんで僕のこと見てる？さてはまたこいつつまらんこと言うなと思ってるだろう。いやだ、言わない。君の期待には応えてあげない。ま、彼はまだ子供なんだから。みんなそう。あんたもどうせこんなんだったでしょ。僕がこんなんなわけないでしょうが。黙って、行くわよ。いつから僕の名前は黙ってさんになったのか。ニールも絶対こういう時期あっただろうな。お、話したら本を持ち上げた。まあ、見ようによっちゃ。いやー、やっぱ無理だわ。どうしても好きになれないってか。はい。お、おやおや、何やってたのかな。何言って告白だよ。嘘だろ、ひどかったぞ。確かにな。俺だったら彼女のとこに押しかけて、好きだ、行こう、今すぐに、だな。これ絶対口だけだろ。それもひどいだろ。確かにひどい、っちゃひどい。まあな、でもお前よりはマシだって。女の子からしたらどっちがいいんだろうね。人によるんかな。もしかしたらジョニーの方がいいっていう人もいるかもしれないよね。強引に行かれるよりは。お、最悪だよ。なんでこんなクラスを僕に住めたのかを信じられない。なんでだよ、楽しいぞ。美術か、これ。絵が上手かったわね。うわぁ。確かにジョニーのスケッチブックなんかすんごい、なんだこれ。へったくそな猫の絵みたいなの書いてありますね。だろうね。授業が終わったらもう二度と書かないけど。いや、誘われてもなんで来たんだお前はって話だけど。美術の授業って聞いたら絶対来ないでしょ。苦手って知ってんならさ。ああ、ええー。ニコラスと一緒に美術の時間来てたんだね。美術はなぁ、俺もいい思い出ないわ。家下手くそだからさ。こっち？メモリーリンクが3個必要。ほうほう。まだ2個しかないか。この問題わかる人？誰もいないの？てんてんてん。では。先生が指すパターンのやつね。リバ、あなた分かってるでしょ？どうして答えないの？リバ、答えて。もういいわ。先生が言いたいのは、
彼はパルツデラフロンテーラというスペインの都市から1942年8月3日に出航しました。都市の設立は1322年、創設者はアルバル・ペレス・デ・グルスマン。彼は13歳の時に分かった、日付を聞いただけよ。あー、やっぱちょっと変わってるね。特殊だな、やっぱり一般人ではないな。普通の子じゃないね、やっぱまるでスーパーコンピューターだ。信じられないけれど、確かにこの記憶力は確か大したものね。すいません、噛みまくってますね。なんかやっぱりね、この頃から兆候は出てたんだね。サバン症候群的な何かが。こっちはとりあえずメモリーリンク3個のところ行く前にこっち先に。やばい、先生が来た。なんだ、スマホいじってんのか。オルトタブだ。オルト、あ、そっか、パツコの教室か、これは。ノート、え？今のなんか、あるの？伏線みたいな。オルトタブ、ノート出てきたよ。ノート。オルトタブ。ある意味命の恩人。一応思い出になってんのか。こういう悪さもしたんだよ、みたいな。なるほど。いかがわしいサイトでも多分、見ていたんだろうな。こっち行けるか。バイクかかってる。カフェテリア、ランチタイムの名誉。へえ、いいね。高校なんかな。大学ってわけではなさそうだよね。どうなんだろう。あり得るかな。大学、高校、中学校、どこなんだろう。お、体育館か、これ。よし、今日はここまで。次はもっと頑張れよ。先生か、これ。この場所はあと何かで、ん？あとで何かに使えるかもね。彼の頭の中ではコートのラインが全部直線になっているのか。へぇ、あ、ほんとだ、直線だ。バスケのさ、ラインだけどさ、直線になってますね、サッカーみたいに。へぇ、で、これなんだ？ここにあるマットみたいな。これなんだ？あ、なるほど。うぐ、これ、筋トレしてんのか。売れたて伏せ勝負か。もう無理、僕の負け。やった、ニコラスのが動けてたんだね。まあ、ジョニーは文系って感じだもんな。確かに。スポーツできそうなイメージはない。ピアノ。ピアノあんだ。あ、まあ、ステージみたいなところか。こんなもんか、体育館は。うん、こんなもんですかね。じゃあ4つか。あと1個が足りないね。あ、待て、どこ行く？お、こっちにドアが開いた。カフェテリアか。すげえ、人いっぱいいんな。確かにあの子は特別だ。でも、特別つまらないんだよな。なんだ、そんな斜め越しに座ってんの？隣同士かさ、向き合って座ればいいのにね。ほら、見てみろよ。あー、一人ぼっちだ。めっちゃ浮いてるわ。あの変なアヒルのぬいぐるみを持って、ずっとあそこに座ってる。あれはアヒルじゃない。カモノハシだよ。詳しいね。カモノハシ？嘘だろ、そんなぬいぐるみ。とにかく、彼女はなんつうか。違うんだよ。どっか別の場所にいるみたいなさ。そうだよ、そこがいいんだ。へえ。もしエイリアンとかそういう話ならそう思うけどさ。でも特別な人になりたいならパンクやってるやつとかと遊んだら。いや、髪型は普通でいいんだけど。それにそうやって名称がついてる時点で既に一般化されてるよね。いいか、ニック。僕はただ、普通の人の中に埋もれた普通の人で終わりたくないんだ。彼女といても自分は変わらないぞ。ああ、そうだよね。まあ確かに、ニコラスの方がなんか、理にかなってるような気はする。するな、なんかな。ただ、シャイな女の子とつるむ。それだけの話だ。彼女はシャイじゃない。ちょっと変わったところがあるだけ。変わってるってのは、いいことばかりじゃない。結果、その、
この何十年後かに、すごいギクシャクするってことは、ニコラスの言う通りだよね。それに、彼女が変わった人になりたがってると思うのか？そう、問題はそこなんだよね。本当はみんなと仲良くしたいんじゃないか？彼女にとって変わってるっていいことなのか？ニック、大事なのは僕に何が必要かってことなんだ。そしてそれは、それを彼女が持ってる。じゃあ彼女じゃなくて、彼女の持ってるものが欲しいのか？それって冷たい話だよ。自分が何をしているのか分かっているのか。いやー、この時ちゃんとニコラスの言う通りに聞いとけばさ、苦しまずに済んだかもしんないのにね。それでもよかったのか。変わってる人が。お前は間違ってると思う。人はそんなに典型的じゃないよ。みんな何かしら個性的なところがある。それ、うちのばあちゃんも言ってた。ブーム、誰より早く目立つ人を見つけて、自分のものだって頑張ろうと知るだけのことか。なんか、嫌なやつだな。いくらクライアントでも、頭叩いてやろうかって思うときあるよね。あ、高校生なんだ。ま、叩いてやりたいのは僕も同じ。ようこそこっちの世界へ。珍しくエヴァとニールが意見あったね。待って、じゃあ彼が、神っ神だな。じゃあ彼が崖で彼女に伝えたのはこのこと？ああ。そっか、これを聞いてショック受けちゃったのかな、リバーは。それを知って彼女はウサギを折り始めた。普通じゃないように、なんか、わざと、そうしていたのかな。このジョニーのこのセリフのせいで。どうだろう。間違いだったんじゃないかな。ま、探偵ごっこはその辺にしてさ。そろそろ次へのパスポートを探そうか。まあ多分、あ、これか。何が良かったんだ、そんなに。そんなに変わってる人が良かったの、ジョン。この時になぁ。ね、考え変えとけば、またちょっと変わった未来が、ね、選べたかもしんないのに。死柄になっても一緒にピアノを運ぶの手伝ってくれる友達がいて羨ましいわ。あ、でもそうだよね。なんてかんだ言っててもさ、これからずっと関わりがあるんだよね、ニコラスとジョニーは。それは羨ましいな。子供の頃の友達と仲良くしておけばよかった。ほうほう。じゃあリバーのとこ行ってみっか。目的や理由はともかく、高校で出会ってすごいよね。今1ヶ月以上真面目に通う人っているのかな？君はどうだったか知らないけど、僕は真面目に通ったよ。本当？真面目に通いすぎて、マジめんどくさかったよ。あっそ。一応真面目だったのかな？ニールは。いや、毎回見られて嬉しいね。フリーのメモリリンクだし。僕と同じように、彼もこれに傷ついてるんだね。お、メモリリンク。来た、揃った。辛いな、なんか辛くなってくるな、こっちまで。ニコラスもそういえば、あ、なんだ、エヴァ、あ、私が、大丈夫さ、心配、あ、そうだ、久々にニールが、やってるんだね、これ。この作業。さあ、なんて言うかな。あ、カーメーもういい加減に。はぁめぇは閉まらねえな。ははって。ひどいよ、エヴァ。ひどいな。男のロマンを壊しやがって。人のカメハメハは邪魔しちゃダメだって。間違いねえわ。
バカなの女性からしたら多分そう思うだろうな。さあさあ、時間いい感じだな。こんくらいで、今回、切りますかね。このメメントを終了したら、一旦切ろうかと思いますので、これ複雑だな、結構。今回はどうしたらいいんだ？またとりあえず斜めじゃないな、これは。ちょっと待った。迷うな。6回か。6回じゃさっきよりも多いくらいだから結構手数がありますね。斜めやっとくか？これ。どうする？斜めやって。お！あ、これ来たんじゃない？来たんじゃない？これ。1、2、3。お！来たぞ、これ。来た、これ。5、6。うわ、絶好調や。超嬉しい。パート1の悲劇が嘘みたいな感じだわ。じゃあ、早速行きましょう。今回はリュックサックか。だいぶ戻ってきたね、過去に。ほうほう。10代前半ぐらいかな？中学生か小学生あたり。あ、結構、若いね。これ実家かな？ジョニーの。ママ行ってくるね。ママが一緒に住んでるってことは。あ、ジョイ。行ってらっしゃい、ジョイ。私の可愛い息子、立派に大きくなって。ほうほう。そうか、お母さんは、確か、父親の名前を、ジョニーに言うんだっけ？ジョイつって。女の子だったらどうするつもりだったんだろう。それでも、おじいさんの名前で呼んだのかしら。別に悪くないんじゃない？ジョイって女の子っぽいし。そうなのか。全然わからん。海外の名前は。ジョイ、ジュリー。ああ、そういうこと？無理やりすぎんだろ。なら、ジョイ君と結婚すれば？あれあれ？焼いてるのかな？この絡みはもう、慣れっこだね。さあさあ、というわけで時間がいい感じなので、一旦ここで切ろうかと思います。だいぶ戻ってきましたね。もうそろそろ終わっちゃうんかな？これ。話的に。さあさあ、というわけで次回もやっていきましょう。お疲れ様でした。失礼します。